はいどうも中岩です。今回は2021年10月26日にリリースされたゲートオブナイトメアについてです。スクエニックスが人気漫画家の真島博先生とタッグを組んで生まれたこの新作なんですが、悲しいことに非常に低評価が多いです。どんなものかご紹介すると、10月28日時点で Google プレイの評価が星 1.6、 11月9日時点で 2.3 ということで、これは相当低いです。売上の方は確認しますと、初動最高が10月28日の38位で、そこからぐーっと落ちてきて、で11月2日にフェアリテールコラボで77位まで上昇して、現在198位、ほぼほぼ圏外ということでかなり苦戦してます。これだけ見るとね、中広さんそんな面白くないんですか、またクソゲーなんですかと思うかもしれませんが、実際やってみると意外と面白いんですよ。あ、低評価のゲームなんだなと思ってやるとですね、あ、意外とやるじゃんみたいな感じでなるんですけど、じゃあなぜ低評価なのかというと、めちゃくちゃ作りが荒いです。もうスクエニっていう会社の規模から考えると信じられんくらい荒いです。非常にもったいないゲームだと思いました。ということで、今回はこのゲートオブナイトメア、略してゲートメアがどんなゲームなのか、どこが意外と面白い部分でどこが荒いのかといったあたりを詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。さて、ゲートオブナイトメアですが、配信開始日が10月26日で、ジャンルがモンスター配合アクション RPG です。開発運営がクエニさんと講談社さんの、まあおそらく協業でしょうかね、これは。で、制作協力に、現在公開中の映画、龍馬、ザ・プリンセス・オブ・テニス、新生劇場マテニスの王様の制作協力をしている、スタジオスレッジハンマーさん、ね。こちらが 3D グラフィックを作っているそうです。で、Twitter フォロワー数は11月9日現在10万1128ということで、まあ日に日に減ってますね。で、世界世界観なんですけども、ストーリーがね、やっぱ悪夢、それは人々の心に潜む不安や恐怖を映す鏡。この世界には昔からそんな悪夢が形を得た恐ろしいモンスターがいました。その名はナイトメア。鏡と魔法の世界ウィスタリアと、人々の見る夢が具現化した世界レムリアスを舞台に、悪夢から生まれた魔物ナイトメアを刺激するナイトウォーカーとなった少女エマが、ナイトメアに好かれる体質の謎の少年アゼルと出会う。やがてそれは本人も予想しなかった壮大な冒険の旅へと続いていくということらしくてですね、まあ、要はナイトメアというね、人々の悪夢から生まれた魔物です。でこれはもう敵でもあり味方でもある、ナイトウォーカーっていうね、そのナイトメアを刺激して戦う、まあ、要はポケモンマスターみたいなもんですね、うん、ポケモンとポケモントレーナーみたいな関係性だと思うんですけども、野生のポケモン戦うこともあれば一緒に戦うこともありますよみたいな、うん、要はそういう感じですね。でこのゲームの売り文句というかね、ポイントを説明していくと、まず王道冒険ファンタジーです。スクエニックスが人気漫画家の真島博先生とタッグを組んで生まれたこの新作なんですが、総勢50名以上のキャラクターたちによる 3D アクションバトル、悪夢から生まれたもののナイトメアを掛け合わせ新たなナイトメアを生み出すことができる。テレビアニメフェアリーテイルの楽曲も手掛ける高梨康春氏が音楽を担当するということで、フェアリーテイルチックな感じのストーリーに、そのフェアリーテイルにも携わっていたそういったアーティストの方が参加するということで、フェアリーテイルとかのファンの方に向けて作られたというか、そっちをちょっと狙って作ってるゲームという感じがしますね。実際ストーリーもギルド作ろうぜみたいな話とかね、これフェアリーテイルっぽいなみたいなところはねありました。ではですね、そんな作品がどんなゲームだったのか高評価点から見ていきましょう。まずですね、ゲームの根っこの部分、ゲーム性は意外と面白いですね。評価が低いから面白くないのかと思ったら、そんなことはなかったと。なので企画は良かったんじゃないかと思います。アドベンチャーパートもね、ちゃんとボイスあって、で、透明じゃなくて動きもちょっとあるし、で、なんか原作真島博先生なので、まあ、結構そのストーリーもいいよという声がやっぱあったんですね。で、フェアリーテイルがもともと海外人気が高いみたいなんで、まあ、フランスでの発行部数も770万もあります。ということで、今回のこのゲートオブナイトメアも、海外の方たちもね、結構やられてみたいですよね。であと戦闘はですね、ポチポチコマンドバトルじゃなくて、やっぱ 3D アクションバトルです。で、ルミナイと違って、ね、操作感がね、致命的に悪いってこともないです。で、もっさり感があって、不便な部分、まあ、ちょいちょいあるんですけども、逆に言うとそれがね、難易度をちょうどよくしているという要素もあるかもしれないです。ちょろっとね、戦闘の不満点とかを上げていくと、まあ、カメラがね、回すとかができないですし、タゲの切り替えもないですし、奥義がね、敵をロックしないんですよ。結構普通に無粋です、このゲーム。はい。まあ、その戦闘のイメージとしては、やっぱレムリアスリンクを使用して、ナイトメアとスイッチとかをね、してるときは、割と爽快感があって楽しいなと思いましたね。でですね、あとナイトメア育成ゲームみたいな感じなんで、ナイトメア育成前は結構面白いです。自分のナイトメアを強化するっていうのは、ちょっと最初ね、見た目が微妙なんであれなんですけども、ハマる人は多そうですね。スキル継承とか、まあ、成功確率 5% とかなんですけど、こうついついやってナイトメアを無駄にしてしまうとか、まあ、あと図鑑集めね、図鑑埋めていく要素とかも面白くて、あとこれとこれ集めたらこのナイトメアができるなってなって、レムリアスクエストをやってしまうとかね、という感じでシステム的にはそこまで悪くないんですよね。意外でした。で、作り始める段階とか企画段階では、あ、これ結構面白いゲームだなみたいな感じだったんだと思います。
じゃあなんでこんな評価低いかっていうと、もう作りが雑なんですよね、めちゃくちゃ。高評価点で出たようなとこって企画してる段階で考えられるじゃないですか。やっぱり。ああ、こうしようこうしようみたいな。考えられるんですけど、それを実際のゲームに落とし込む形にするというところで、だいぶ事故ったなという印象です。まあ、技術力不足と。いったところでしょうか。課金とかの設計自体はですね、いつものスクエニクオリティなのも良くないですね。まあ、ちょっとしたそのユーザーを誤解させて金取ろうみたいな部分がね、フェアリテールコラボで感じられたりとかね、まあちょいちょい、ああ、スクエニらしいなみたいな、やってんなみたいなのも感じちゃいましたし。で、まあゲームに関してはね、本当にいろんな細かいところの作りが雑でね、不具合はとても多いですといったところで、そちらを紹介していきましょう。でまずですね、一番最初に感じる点としては、ロードの入り方が異常なんですよ。このどの画面に遷移するにおいても、ロードが発生してストレスがある。一人やっていて、次の区切りの回までスキップするんですけど、そこでもロードが発生して、4回ほどスキップしなきゃいけないっていうこともあります。で、まあこれだけならまあいいんですけど、まあ UI もついでに悪くて、そのナイトメア図鑑でどのナイトメアをどんだけ持ってて、このナイトメアを作成するのにどれだけこれとこのナイトメアが必要なのかなっていうのはパッと見わかんなくて、で、それを確認するのにも、ロードが挟まれて時間が取られるのがちょっと嫌でしたと。まあそこがストレスでしたと。まあ、この辺に関して、まあロードが長いという意見は多かったんですが、ロード時間そのものが圧倒的に長いわけじゃないんですよ。なんか30秒待ったりとか1分待ったりとかってのはないです。せいぜい数秒です。で、ただまあ普通のゲームが2、3秒のところを4、5秒待ったりとか、まあそういったところはあるような気がするんですけども、まあこれだけ聞くと大したことない感じしますよね。じゃあ何が問題かというと、やっぱ頻度ですね。ロードが入るタイミングが多い。一番気になったのはリセマラとかしてる時に思ったんですけど、10連ガチャ引いてね、一体一体ロードが入るんですよ。これはなかなかのストレスですね。裏でやっとけよって話ですからね。その全部で10秒、20秒くらいのロード時間ですから、10体合計しても。なんでガチャ演出を流してる間とか、なんかユーザーがね、他のとこに目を取られてる隙に、裏でロードしとけばバレないじゃないですか。なのでこのロード問題に関しては、まあ、技術不足、開発力不足っていうところもあると思うし、あと見せ方が悪いですよね。ロードもね、そこそっとやっとけばあんま気にならなかったりするじゃないですか、1秒2秒なんで。そのロードしてはいるんですけども、あんまりユーザーにストレスかからないロードとか、記憶に残らないロードってありますよね。このゲーム、黒と白の背景の画面に切り替わるんで、かなり記憶に残るんですよね。真っ白になるんですよ、画面が。で、真っ白になった後真っ黒になるとか、真っ黒になった後真っ白になるとか、ロード画面をね、これでもカット強調してくるんで、どうしてもこのゲームロード多いなってなっちゃいますね。で、その割にやっぱロード画面で攻略を載せるとか、そういう方向の努力もないし、なのでやっぱ一個一個は短いロード画面がユーザーの意識に残ってしまうというところですね。で、さらにアリーナ関連のバグやばいですね。このゲーム、ストーリー以外のコンテンツが何かっていうと、やっぱ目玉アリーナなんですよ。対人戦のようなもので、ここにランキングがあるので、これを最終的に競うんだなと。なので、まあ課金する理由っていうのはここにあるんだなって思うじゃないですか。ただこのアリーナがバグだらけなんですよね。まず最初にユーザーからの不満が出たのは、なんか強すぎるぞと。アリーナの相手が。で、チュートリアルでですね、まあアリーナは CPU なんで、アリーナ CPU と戦わせられるんですけど、1位から25位までって、自分が25位なんですね、最初。で、1から24が CPU で架空のユーザーなんですけど、この24位がね、超強くて勝てんと。自分より1個上のやつから攻略しようとしたら、強すぎて勝てない。なんならちょっと優勢でもね、時間切れになったら終わるし、詰んでると評判でした。で、これですね、僕もリセマラなかったんで、まあ24位に勝てなかったんですけど、で、なんかまあ、強すぎるバグがあったってことだったんで、バグかなと思ってですね、いろいろ見たんですね、1位から。まあ挑戦しなくても戦闘力見れるんですよ。で、見た結果、戦闘力で衝撃的な事実が発覚して、なんと最弱かと思われた24位さんが、1位より強かったんですよ。はってなりますよね。一応全員確認するかと思って23位見たら、超弱い。22位よりも、ちゃんと弱いんですよ、23位の方が。なので、24位だけなんかバグレベルに強かった。で、23位には無事勝てたんですけど、これも不具合らしくてですね、まあそれはそうですよね。まあそれくらいすぐ直せよって思いそうなもんですけども、まあこれだけじゃない細かい不具合がいっぱいありまして、アリーナクリアした時の報酬が、なんか表記よりも少ないとかね。あとは、これもアリーナだと思うんですが、お任せ編成した時に強制終了してしまうとかね、いろいろあるわけなんですよ。これ多分なんですけども、ナイトメアは編成制限があって、同じナイトメア使えないとか、ナイトメアないとダメとかがあるんですね。それをお任せにすると、その編成制限を無視しちゃって、保存を押すと落ちるとか、そういうことらしいです。いやいやいやと。それくらい回り込んで、なんかそういうエラーが発生したとしても落ちないようなね、エラーメッセージを出すだけとか、なんかしてくれよとは思うんですけども、この辺全部やっぱ間に合ってないですもんね。人手が足りてないよね、圧倒的に。で、アリーナ自体も、なんか仕様が謎で、自分の25位ってランキングなんですけど、これ自分だけなんですね。要はローカルランキングですと。まあ、ユーザーの中で25位だとやばいじゃないですか。多分1000人とかプレイすると思うんで、さすがに1万人か1000人くらいプレイすると思うんで、まだ25位っていうことはまあないんですけど、で、実際ポイントをね、24位以上貯めて24位になったんですけど、まあ他にもね、24位になっている人いますから、ワールドランキングじゃないんですよね。で、これ初週だけなんかなと思ったんですよ。まあ、2週目からはプレイヤーが相手になったりとか、グローバルのランキング争いになるのかなと思ったんで、まあ待ちましょうと。1週間。
なんでまあ今日11月9日なんですけども、10月26日のリリースから待ったんですよ。で、なんでそんな待ってるかっていうと、アリーナが停止されまして、要は11月1日から11月8日までアリーナ停止しますということで、バグでね、まあ待ってたんですよね、さらに。ただですね、また告知が来て、再度延長すると、アリーナ停止期間を。で、まあいつ終わるかわからんなとなったので、もういいやと思って動画を作ってるところですね。なんで本当に人手足りてないですね。こういうのってリリースが間に合ってないんですよね、最初から。で、ギリギリまで徹夜して、エンジニアが寿命を削りながらやってるんですよ。それで間に合ってないから、リリース後もやっぱバグが出るんで、徹夜でまたやって寿命を削ると。で、そうするとですね、そのリリース前からずっと休んでないんで、エンジニアが倒れるんですよね。まあ、来なくなる人もたくさんいるということで、まあ、結果、もうバグ直らんまま、人手不足なまま続くという状況はありがちですよね。この動画作ったのが結構前なんで、11月23日現在の補足をしておきますと、アリーナ自体も始まってまして、結局グループでのマッチングとなってました。以前と違って自分以外ボットってことはそこまでないです。というのも、ボットの割合は完全ヘアガチャで、まあ、ヘアによって決まるみたいですね。まあ、半分とか、それ前後がボットの数でしょうか。で、このゲーム、ランクマッチのシステムがあって、こうブロンズとかね、シルバーとかあるんですけど、でランクが上がると、そのランクのこう部屋に上がっていくんですけど、まあ、当然そのランクがどんどん上に上がっていきますと、プレイヤーの数減るじゃないですか。で、そうするとボットの割合が増えると。でシルバー1まで上がった方がいたんですが、その方は自分以外全員ボットだったそうです。ただこの人だけがシルバー1ってことはないと思うので、まあ、最低限の人間が確保されるということでもないそうですね。でちなみに対人が始まってバランスはどうかというと、回復がとにかく強くて攻略できないと、まあ、アリーナある系のゲームにありがちじゃないですか。まあ、タイムアップになったら防衛側が勝つんで、とにかく耐久パーティーを組んでしのぐと。でなんか体力差で勝ってても負けになるってことですね。で結果回復で耐久する防衛パーティーを組んで置いとくのがだんだん知れ渡るわけなんですけども、なんかこれがちょっとバグっぽくて、とにかくその回復が強すぎて一瞬で回復してしまうと。で表記上はそんなに回復の数字出てないのに体力減らないってことで、なんでだって意見が、まあ、たくさん出てるんですけども、まあ、原因としてはどうやらアリーナは通常よりも最大 HP が低い仕様ですと。で対人仕様で、まあ、本来のステータスは違うってことですね。でそれなのに回復量の絶対値が変わってないんで、HP が低いのに回復数値がそのままなんで、なんかすげえ回復するってことらしいです。で、この防衛方法を知ってて回復パーティー組んでる人には、ワンパンで倒さないと勝てないということで、なかなか厳しいみたいですね。まあ、トッププレイヤーの方がこの辺の検証をしてるんですけども、まあ、どうやらこの辺の作りも甘いということで、まだまだダメっぽいですね。でその他の点もさらっと触れるとですね、モンスター配合アクション RPG と言いつつも、まあ、殴っての人間なん でポケモン出たらポケモントレーナーメインで戦うので、まあ、ペルソナみたいな感じですね。戦闘でナイトメアが殴ってるっていうのはやっぱちょっと認識しづらいというか、ちょっとしたなんかサブスキルの一つぐらいですね。なんでまあナイトメアがもう少し狙ってもよかったんじゃないかと思います。だってオート機能がかなり使えないですね。相手にただ突き進んで殴るだけで、ナイトメアは使うもののリムリアスリンクを使わないし、スイッチもしないし、奥義も使わないし、相手の方向指定技避けないんで、まあ、相手に攻撃しようとしてね、攻撃されてひるむ、相手に攻撃しようとしてひるむっていうのを繰り返し死ぬっていう、ちょっとポンコツ仕様になってます。まあ、てか雑魚が強いのかもしれないですね。まあ、吹き飛ばし系の効果を持った地点指定攻撃みたいな持ったやつがたくさん出てくることがあるんで、まあ、それもストレスなんかもしれません。あと、マシマさんの代表作であるフェアリテールとのコラボですね。これ切り札だと思うんですけど、これすげえ早くて、まあ、1週間ぐらい出たんですよ。でこんな早いのも初手からやった方がいいんじゃないかと思いましたね。同じスクイニのニアみたいに。でこれもでも多分、まあ、初手でやりたかったんでしょうけど、間に合わなかったんでしょうね。でこれもだいぶ雑にやって、セルラン67位がピークで終わったということで、まあ、初動最大が38位で、切り札のフェアリテールコラボも67位ということで、まあ、もう弾がないと思うので、まあ、これより上行くことはもうないでしょうね。で、まとめなんですが、このゲーム、最初の感触があんま良くないんですよ。キャラの動きも思ったよりテンポ悪いし、オートも弱いし、敵もなんか謎のね、小動物だし、それをなぎ倒して生きる主人公みたいな感じで、これどうかなと思ったんですけど、ストーリーが進んでいくと、敵が人間というか人型になるんですよ。で、そうすると結構ね、アクションゲームっぽくなって、相手の攻撃をかわしてスキルを入れるとか、ようやく面白くなってくると。まあ、ほとんどの人はここまでね、たどり着けずに脱落するかもしれませんが、まあ、ここまで行くとこのゲーム意外と面白いなと思います。少なくとも評価2とかではないですね。3ぐらいありますね。まあ、無料で5年とか10年くらい前のアクションゲームが遊べるって考えるとね、キャラゲーみたいなとこもありますし、悪くないのかなって思いますよ。ただその擁護したい気持ちを超える圧倒的な不具合祭りで評価が爆下がりして、まあ、売り上げも上がんなかったのかと思いますね。あと単純にいつまで続けるのかは気になりますね。スクーニ単体だったら1年で終わりそうな勢いですけども、高端者さん入ってるんで、これやっぱ競合だと思うんでね、いろんな人噛んでるじゃないですか。なのでなんとなく2、3年くらいはダラダラやってもおかしくないですね。まあそんな中気になるのが、公式ツイッターが11月2日のテレビ CM 放映スタートツイートから1週間
沈黙してるってことなんですね。まあ、もっと言うことあるだろうと思うんですよ。プロデューサーレター出したりとかね。こうロードマップがこうですとか、不具合すいませんでした、みたいなね。あるじゃないですか。それ一切ないのがちょっとね、怖いなと思いましたね。まあ、ゲーム性は悪くないだけに、非常にもったいないというか、悲しいなと思いましたね。ではですね、チャンネル登録するかどうかもしますので、よろしければ、もう一本、中井戸の動画見ていただけると非常に嬉しいです。よろしければ、グッドボタン、よろしくお願いします。というわけで、以上中井戸でした。今後ともよろしく。